北側より堺林城を望む堺林城は、栃木県矢板市大和坂井林、庄司滝原台に存在した、日本の城。矢板市の遺跡地図に、滝原台、大溝と紹介される、登場石は、川崎城から、堀江山城に続く、尾根の南東にあり、川崎城から、南約500メートルのところに、堀江山城があり。 その堀江山城の南東約1キロメートルの場所に上角遺構が残り、その距離の近さから川崎城ので丸として機能したものと考えられているが、その追記年代、築城者などの歴史は全く不明である。八重田市の遺跡地図において、滝原台、大溝と記されるのは、東上閣遺構のうち最大の遺構である堀切部を指したものである。築城については、 様々なことが推測されているが、有力なのは、A62 年に結城春友により築かれた神城である可能性と、A69 年に塩谷義綱により築かれた可能性の二つである。結城春友は、A62 年に川崎城を奉仕攻撃しているが、この時に結城方の神城として築かれた可能性があり、お津畑城期も春友公務基取り手攻めしと、 おつバに表情様々なる字、向かい二陣を取って攻めるべしとオツハ城での表情、様々なる時と記している。また、A69 年には、おじに父を殺され城を奪われた、塩谷義綱が、川崎城を包囲し、百日余りを要して城を奪い返しているが、この時の本人として気づかれた可能性も指摘されている。この境早城の周辺は、 塩谷市の重心大沢市の領地であり、塩谷義綱は100日余り、川崎城を攻め続けたこと、逆に、結城春友が川崎城を攻めたのは5、6日と短いため、期間的に見て、後者の可能性の指摘も存在する。その歴史については、伝承や文献もなく不明であるが、遺構や、その位置から見ると、追記遺構は、川崎城の出丸として、 南方の防御のような一つとして機能している。遺構は、堀とそれに伴う切り岸がメインで短角であり、狂わないは一部を除いて、ほとんど未成地であり、城の北側は、やや山の斜面が急ではあるものの、そのためか全く手が加えられておらず、作りは実に簡素である。そのため、遺構と縄張りを見る限りは、構造的に常に兵が常駐できるものではなく、 戦時のみ機能していた神城と考えられている。城主は不明だが、その一帯が大沢市の領地であったから、大沢市により管理された可能性が高いとされている。城は川崎城と共に廃されたと考えられている。ありがとうございます。